なんとなくだけど分かって。あ、そうなんですね。ね、わかります。いつもそう思われる。そうだよね、そうだよね。あ、すいません、ちょっとお手洗い行ってもいいですか？あ、すいません、じゃあ私もちょっとお手洗い。行く？一緒に行こう。すいません、じゃあちょっと行ってきます。ちょっと失礼します。ちょっとだけ待っててください。失礼します。やばい、めっちゃトイレ行きたいんだけど。え、てかさ、私もさっきからさ、言ってなかったけど、膀胱パンパンだからね。え、うちもやばいかも。え、うちの方がやばい。うちの方がやばい。うちの方がやばいから。え、どう考えてもうちの方がやばいから。うち、今、押した瞬間出るから。あ、開いてる。は？マジで？は？何や、あいつマジで。何や、あいつ。なんとなくだけど分かってる。開いたですか？いや、開いてますよ、全然。あ、私も開いてます。開いてるやんね。開いてます。食べられた。え？場所どこですか？遊園地？え、行けた！めっちゃ好きです、遊園地。え、ちょっとどうしよう。明日の観光を今から考えてやばいね。買いに行くなんなら。一緒に買いに行く。買いに行きたいね。じゃあ明日何時ですか？あ、じゃあ10時に集合ね。はい。わかった。え、楽しみにしてます。じゃあまた明日。はい、LINE で。バイバイ。え、てか明日のダブルデートってだるくない？クソだるい、それは。普通になんかさ、なんか、だるぎで行きたいなと思って。え、とかは別にもう行かなきゃよくね。あー、確かにあり。え、普通にさ、明日飲み行かん？あ、湯飲みに行きたい。宅飲みでもいいや。全然いい。え、じゃあ映画見よう、映画。うわ、最高。全裸監督見たいね。見たい。見たいよね。いいよ。ちょ、お酒買ってこよっか。行こっか、じゃあ一緒に行くか。え、行こう行こう。行こう行こう。なんとなくだけど分かって。え、なんかお腹すきません？え、すきましたよね。じゃあ今日お菓子買ってきたんですよ。え、優秀なんだけど。これいちごなんですよ。いちご味も美味しいね。食べます、食べちゃ。え、食べたい。食べよう、食べよう。嬉しい、ありがとう。あ、じゃあ合わせてあげますね。え、いいなぁ。はい。あえ、美味しそう。あ、食べる？ありがとう。いただきます。はい。バカ腹減ったんだけど。え、それなんてか、なんか持ってないの？え、あるよ、ほら、ビーフジャーキー。え、最高なんだけど。食べよう。お前、勝手にどんなし。匂いきついけど、めっちゃうまいんだけど。え、めっちゃうま。めっちゃ食うじゃん。めっちゃうまいよ、これ。うんま。臭いよ。お前の手でか。臭いから、マジでさ。めっちゃ臭いんだよ。やば、マジビーフジャーキーじゃん。これからビーフって呼ぶわ。は？臭すぎビーフ。なんとなくだけど、わかってる。めっちゃ美味しかったです。めっちゃ美味しかったよね。そろそろ行きますか？行きましょうか。行きましょうか。じゃあ一人当たりだいたいいくらくらいですか？うん、ああ、全然払います、全然払います。全然いいですよ。本当に持ってもらう気とか全然なかったので。全然1,500円くらいですか？あ、じゃあ払おうか。1,500円。いや、本当全然払います。全然払います。全然払います。全然。私たち全然払うし、うん、はい、全然大丈夫なんで。はい、大丈夫。はい、全然全然。え、本当ですか？本当めっちゃ申し訳ないです。ごめんなさい。ごめんなさい。ありがとうございます。ありがとうございます。ごちそうさまです。本当に払うつもりだったの。ありがとうございます。美味しかったな。めっちゃ美味しかったね。食いすぎたね、めっちゃ。ほんとマジで食いすぎた。マジか、今日どうしようかな。会計絶対やばいんだけど、会計もう見たくないもんね。やばくない？やばいよ。うち絶対払わないからね。は？マジ意味わかんない。マジ意味わかんない。マジ意味わかんない。マジ払わないから、ね。いや、それは本当に意味わかんない。あんたが前、本当に。え、あれあんたのさ、え、あんたが憧れてた先輩じゃない？あそこにいるの。全然強くない？いや、嘘ばっかつかないよ。ごめん、ごめん。あんた笑って、絶対。いや、いいよ、分かった。じゃあ、もう、そこまで言うなら、私が全財産で。もう。うわっ！神！神！マジで神！え、なんならまた頼んでもいいぐらい。マジで？どうしたっけ？全然頼む。全然だったの。マジ神なんだけど、それうちのなんだけど。いや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 。あ、うちのだよ、これ。どうした？私、今拾ったから。今拾ったから、私のやつ。店員さん、お願いします、お会計。お会計でお願いします。はい。もう。会計で。なんとなくだけど、わかって。あ、つながってますか？つながってますか？あ、よかった、つながってね。じゃあ、そろそろ乾杯しますか？はい。じゃあ、ズーム飲み会に、乾杯！いただきまーす。いただきまーす。何飲んでるんですか？あ、梅酒なんだ。そっか、いいですよね。うちら、菓子折りだよね。あ、菓子折りめっちゃ好きで。めっちゃ好きで。はい。じゃあ、いただきます。いただきます。え、てかさ、彩香たち何飲んでんの？焼酎飲んでんの？やばいね。やばい、めっちゃ飲んでんじゃん。確かにね。焼酎めっちゃうまい。え、飲むめっちゃいいよね。ビールしか勝たん。ビールしか勝たん。え、やばいよ。なんで焼酎飲むのにビール嫌いなの？
はぁ、意味わかんない。ビール太りやすいとか知らないんだけど。ビール絶対うまいよね。絶対うまい。だから太るよりマジうまい方を取った方がいいから。マジに酔っ払ってきた。そう。やばい、わかるよね。めっちゃ熱くない？明日 1A マジなんかもう自粛、もうやばい。行きたくない。でも自粛行動で。うわぁ、太郎。顔面だけの太郎ね。顔面だけの太郎。顔面太郎。顔面太郎。あ、確かに。うん、経済力は別に結婚しないし、乾杯するよ、もう一回。はーい、乾杯。なんとなくだけど分かって。そのお題がめっちゃかっこいいですね。めっちゃかっこいい。どうですか？ビビアンですか？うちもビビアンなんだ。そうなんですね。かわいいですよね、ビビアン。めっちゃどこのですか？あ、そうなんだ、バレンシアガですか？私もバレンシアガです。あ、すごい、うちのお揃い同士。すごいね、お揃い同士ね。すごい。みんななんかかっこいいし可愛いよね、最初ね。なんかちだって結構いい感じかもしれない。ね、いい感じかもしれないですね。今度ダブルデート行きましょう。見て、最近バレンシアガに財布変えた。やば。めっちゃ可愛いよね。ちっちゃくね、可愛いけど。いや、だけど最近ちっちゃいバッグの方がトレンド入りしてるから。そうなんだ。てか、でっかいバッグ持ち歩いてるやつ珍しいわ。ブスじゃん。パパ活で買ってもらいたいなった。長財布ブスだよ、長財布はブス。でもパパ活にこれと、あとね、車も買ってもらった方がいい。は？車？あんた免許持ってないじゃん。持ってない。だってドライブでデートするだけだもん。意味わかんない。ちゃん乗んないけどね。意味わかんないんだけど、それは。マジで意味わかんない。意味わかんないの。名前だからね。はった、デカ財布っていう時点でパパのセンスなさすぎじゃない？うちのパパなんか月に200万くれるから、車よりそっちの方がいいから。ごめん、残念だね。1000万だからね。でもさ、意味ないじゃん、それ。あんた運転できない。パパとドライブするために買ってもらったらちょっと意味わかんない。私全然現金の方が好き。私現金派。現金好き。現金。なんとなくだけど分かって。いや、待って、めっちゃ怖い。怖いですよね。得意ですか？全然怖がってないじゃないですか、すごい。ほら、もう無理、怖がれ、無理なんです。私たち怖がれなんです。怖くないですか？絶対怖い。すごいね。もう怖いです。でも私、次怖いシーン来たら、多分、普通に、反射的に抱きついちゃいます。大丈夫ですか？キャッ！ごめんなさい。ごめんなさい、怖くて抱きついちゃいました。ごめんなさい。怖い、めっちゃ。バカだね、これ。全然、どういうことこれ。これさ、脅かしにくいっていうか、絶対制作費少ない、これ。安いだろ、制作費。つまんなすぎない。どうなってんの？こんなんでさ、ビビるだけね。ウィッグ感がありすぎるでしょ、お化けの。やばくね？白塗りしてるだけだよ。溶かしてないよね、ウィッグ。やばいんだけど、ウィッグ会社謝れって感じ。提供元、やばいね。これ、ちゃんと普通に提供元、ちゃんとした方がいいよ、ウィッグ。つまじっていうか、ね、クーラーつけてる。お前、つがりすぎ？脇汗めっちゃすごいよ。なんとなくだけど分かって。今日何件？ 2 件なんだ、うちも2件だよ。あ、そうなんだ。私今日3件でさ、田中くんも3件？じゃあ一緒にさ、課題やんない？やろ、やられてた。やいぞー。ねえ、レッサーやった。ねえ、レッサーやめてよー。じゃあ行こっか。じゃあ、2人、バイバイ。バイバイ、またね。うん。そうやな、昨日めっちゃお酒飲んじゃったからさ、私も。めっちゃオールだからね。はい、やばくね、お前。マジやばい。てか、3日連チャンでオールじゃね？ 3 日連チャンってか、むしろ。どうなってんの、マジで。4日目？やばいんだけど、超やばいね、それ。今日何件？今日3件から。うわ。でも課題読んなきゃいけなくてさ。いや、だるマジで。クソ誰、誰かに移すわ。もう全部それか、コッペ。もう全部コピペ。もうそれでいいんじゃない？うん、コピペにする。引用元とか書かん。あ、だから言ってくれね。もうそれな、言ってくれ。あとで何するわ。うん。だね。バイバイ。